どうでした？あ、いました、いっぱいいました。うわ、もう大丈夫ですか？大丈夫ですか？No, you're fine. You're fine. You're fine. You go. Help me. Help me. You. It's okay. Yeah, very well. Thank you very much. Dangerous, baby. Yeah. See you. Bye. Bye. Thank you.じゃあ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ここ休憩所ですか？ここは。休憩所。あ、これから行かれるんです。これから。なんかこうほらネットでライブ中継やってるじゃない。定点カメラって。ああ、みたいですね。ね、それとは違うの。またちょっと違うんですけど、ね。あ、そう、はい。これから行かれるんですか。そう。どこから撮れたんですか？ハロー。ハロー。Where do you come from? Australia. Australia. Oh, yeah. Wonderful. Oh, that's a connection, isn't it? Can you go to Asuma? Thank you. Now, Daijin-san went, but it's now a free pass, isn't it?少し配ってもらってます。団体です、あれは。あ、団体です、はいはい、あ、団体券なんですね、はい。結構外人さんって多いんですか？冬は特に多いですね。多いんですか？はい、今日撮りましたね。これまだっけ？あれ、かわいい。だけど、もう、ここは。本当？行きますか？わからない。あ、ここも行った。こちらの何で見たい？子供でしょ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 ？こんにちは、長野インターネット付属と申します。はい、こんにちは、地獄谷野猿公園滝沢と申します。滝沢さん、はい、こんにちは。今このスノーモンキーってことで、はい、かなりたくさんの人が来てると思うんですけど。そうですね、はい。結構日本の人ばかりじゃなくて。そうですね、このシーズンは結構スノーモンキーとして海外の方やっぱり知られるようになってきたので、はい、まあ、見ての通りやっぱり海外の方が多くなってます、うん。で、まあ、日本全体でもそうだと思うんですけども、まあ、円安とかの影響もあって、うん、訪日の方が結構世界中から来られてますんで、そういう方々がやっぱりこちらも訪れるっていうことが多いですね、うん。ここの猿っていうのは、まあ、地獄谷野猿公園と申しまして、うん、まあ、文字通り野生の猿を呼んでる状態なんですよ、はい。で、まあ、私らは、まあ、野生の猿ですから、人間はお正月とかお盆とかってのありますけど、はい、野生の猿にはそういうの関係ありませんから、まあ、私たちは毎日ここへ来て猿たちを呼んで皆さんに見てもらうように猿たちを呼んでるという状態ですね。何匹もいますけど、はい、顔はやっぱり違うんですかね。そうですね、今現在160頭で一つのグループがいます。で、やはり猿たちごとに顔の違いっていうのありますんで、うん、私たちはそれで顔の違いで判別つけて、そうです、名前がついてる。名前もついてます。ただ、管理するための名前になりますんで、はい、我々人間の個別の名前、特別な名前とかではなくて、はい、まあ、暗号のようなナンバーのような名前になってしまいますかね。その辺はまあね、業務用っていうことなんだろう。そうですね、はい。でも猿さんの顔色とか調子とか体調とかやっぱり心配なんでしょうかね。そうですね、やっぱりまあ、長い付き合いというか、まあ、毎日の付き合いですから、彼らの状態っていうのを見てれば分かりますし、うん、まあ、心配になることもあります、うん。ただ、あくまで野生の猿ということはね、我々
距離取ってますんで、はい、どんな状態であっても、はい、あの彼らの中で処理してもらうっていうふうにしてます。本当に目の前に現れて、まあ、可愛い仕草をしてくれるんですけども、危険はないんですかね。そうですね、まあ、ここの猿っていうのは皆さんルール守っていただいて、はい、食べ物をもらってません。なので猿から人間に対して興味がないんですよね。に一般的にその人間を襲う猿というのは、はい、まあ、餌付け行為をされて、はい、で餌付けの習慣が出てきて、で人間というものはとにかく食べ物を持ってる、荷物というものは何か食べ物が入ってるというふうにして思ってて、人間を襲う、うん、人間を襲うというよりは人間の荷物を襲ってその中の食べ物を狙うっていうふうになるんですよね。でここではお客さんから食べ物をもらってませんから、猿たちは興味を持ちません。人間の持ち物に興味持ってませんから、うん、猿から攻撃を仕掛けてくるっていうことはありません。である程度その我々も距離感っていうのを持ってますんで、あの猿たちが警戒していきなり攻撃することもありませんし、逆にそのあるその人間に対して気を許してないっていう部分もありますんで、あの、まあ、余計なことは向こうでもしないっていうふうにしてますよね。うん、ただやっぱり、ここでのルール、近づきすぎないとか触らないとかっていうのを守っていただかないと、それを破ってしまうとやっぱり猿は反撃、怖いから反撃ってことしますんで、やっぱりルールは皆さん守っていただきたいなと思います。もともとごめんなさい、階段はねフリーにしましょうね。皆さん上り下りが自由にできるようにしましょう。ですいません、混み合ってきましたんでね、前列の方後ろの方待ってたら交代してあげてください。皆さん楽しめるようにね観察してください。 Make space for each other please。 はい、すいません。はい、まあ、本来猿は水は嫌いなものなんですね。そうですね、やっぱりお風呂入るっていうのは非常識な猿たちなので、やっぱり海外から来た方々、うん、驚かれますよね、うんうん、で、まあ、基本その猿という動物は南国に生きる動物なんですよね、うんうん、日本人でも日本猿っていうのはかなり人間に対してその身近な動物です。我々が子どもの頃から話に聞く昔話とかにね登場したりしますんで、身近な動物なんですけども、ただ日本人って案外その猿っていうものを知ら、日本猿っていうものを知らなかったりします。例えば私なんかでもその桃太郎とか猿ガニ合戦とかそういうものを見ると、尻尾の長い猿が多く出てきます。キャラクターとして出る猿ってだいたい尻尾が長いんです ですけれども、日本猿って尻尾短いんですよね。うんと短いんです。なんでかっていうと、日本猿っていうのは寒冷地に住む猿だから尻尾が短いんです。寒冷地に住む動物というのは尻尾が短くなる、耳が短くなるっていうことによって、その体積を小さくして凍傷を避けるんですよね、うん、でよってその尻尾は短い、耳は短いで、顔なんかも出っ張りがなくて平面な顔をするんですよね。なので知能的に人間に近いという霊長類はかなりいると思うんですけれども、顔の表情的に近い動物、近い霊長類っていうのはかなり、日本猿っていうのはかなり人間に近いものがあると思うんですよね。なのでやっぱりお風呂入ってゆっくりこうねしてる表情っていうのは我々のその表情とそっくりなので、やっぱり皆さん見てると楽しいっていうのはありますよね、はい、うん、ちらが温泉入ってるのとなんかすごく共通点が、そうですね、はい、うん、ちなみにうざめとかしないんですか。まあ人間は体全体で汗かきますんでね、はい、その熱代謝体全体でしてるので、はい、反面冷えやすいっていう部分があります、はいはい、で人間以外の動物はそこまでその汗をかいたりして熱代謝してませんから、その急激な体温の低下っていうのはないんですよ。だからやっぱりもちろん寒くないってことはないんですけれども、人間よりは平気だっていうことです。逆を言えばやっぱり暑い方が苦手だと思います。熱を逃がす期間が少ないので。何度ぐらいなんですかこれは。まあだいたいお風呂、猿たちの入るお風呂っていうのは42度ぐらいにしてます。ちょっと厚めですね。そうですかね、うん、まあ人それぞれかもしれませんけども、まあ猿たちの体温っていうのは38度、人間よりちょっと高いぐらいなので、はい、気持ちいいと感じる温度っていうのはあまり変わりません、はい、まあだから45度っていうのは大体の目安、はい、で猿たちも好みによってぬるければ湯口の方へ近づいて、はい、熱ければ端っこの方へ来てっていうふうにしてしますんで、まあおおよそ42度ぐらいにしてあげてるっていうことですね、うん、まあ、そのだ今日のいる位置によって分かるわけですね。そうですね。Don't get too close。ありがとうございました。はい。